フレディ・マーキュリー、英国の音楽家両親はパールシーである。インド系移民と在外インド人はインド国外に居住するインド系の人々。在外インド人はインド国籍を保持、取得している国外居住者を意味し、インド系移民は非インド国籍になったものとその子孫を意味する。日本語ではこの両方を含む意味合いで、隠居という述語が用いられることも多い。インドは世界最大の移民送り出し国であり、国際連合の2020年時点統計では約1787万人と第2位のメキシコを上回る。インド外務省によると移民2世3世を含むインド系住民は世界に3210万人いる。企業経営者や商人、技術者、労働者などとして活動しており、各地でインド系コミュニティを形成している。数が多いのは、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、マレーシア、サウジアラビア、ミャンマー、イギリスである。明確な定義はないが、一般的には19世紀以降のインドからの移民を対象としている。なお、イギリス領インド帝国から分離独立したパキスタンやバングラデシュ、同じくかつて英領だったスリランカ等からの移民もインド系民族として含まれることが多い。インド系移民は大多数がイギリス支配の影響で世界中のイギリスの植民地であった英語圏に移住している。1830年代からプランテーションでのサトウキビ栽培を目的とした出稼ぎ労働者として単数年契約でモーリシャスやフィジーなどへ移住した。ただし当時のインドはイギリスの植民地であり、その扱いは奴隷並みで契約期間が切れても帰国できないものが多かった。その他、19世紀半ばにインド洋の覇権をイギリスと争ったザンジバル・スルターン国でインド出身のジェイラム・シブジが巨大な財力を握り、国勢を左右する影響力を保持したため、ザンジバルへのインド人の移住も進んだ。しかし、1870年代以後、肉体労働を目的としたものだけではなく、技術者、商人、その他専門職として、南アフリカ連邦やマレーシアなどで成功した隠居が現れ始める。インド独立の父、マハトマ・ガンディも、インド民族主義運動に参画する以前は、南アフリカで活動していた弁護士であった。他にもイギリス植民地であった西インド諸島のトリニダード・トバゴや南米大陸のガイアナ、東アフリカのタンガニーカやケニア、ウガンダなどにインド系移民の移住が行われた。1947年にインドが独立を果たした後は肉体労働を目的に中東諸国へ渡る者たちと高い数学や英語などの学力を生かした知的労働を目的として欧米に渡る者たちの2タイプに分かれるようになる。1980年代以降の現代ではIT 産業を中心に数多くの隠居が各国で活躍している。隠居の生活は決して平坦なものではなかった。1964年にザンジバルで勃発したザンジバル革命により、ザンジバルで商業や金融業を営んでいたインド系住民が多数亡命し、1970年代のウガンダではバントゥー系黒人をインド系住民より重視したイディアミン大統領がインド系住民を追放した。アメリカ合衆国に移住したインド系住民及び子孫のコミュニティは一定程度維持されている。2019年9月22日にはテキサス州ヒューストン市エナジースタジアムにてインド系アメリカ人による5万人規模の集会が開催され、訪米していたナレンドラ・モディ首相と共にドナルド・トランプ、米大統領も出席し、盛り上がりを見せた。シング・ジャディブ・キックボクサー総合格闘技、朝日新聞、グローブナンバー243、特集、インドカオスが生む、才能、世界と混ぜます8から9面、米印首脳、テキサスで5万人集会に参加緊密関係アピール。AFP、2019年9月23日閲覧。種別アジアンインディアンに該当 http://www.mofa.jp/mofa.js/area/india/data.html セクション1在日インド人 http://www.nomisweb.co.uk オフィシャル労働市場統計ホームページ種別アジアンブリティッシュインディアンに該当。ありがとうございます。